母様、また気にしてらっしゃるんじゃない？え、おやしなさい。過ぎたこといつまでも。うっとうちのことなんかどうだっていいじゃないの。狭いけど思ったよりいいお家ね。そうね。お兄様はたまにか帰ってこないし、よっちゃんと三人ならちょうどいいわ。でもお父さんに申し訳がなくて。よしおはまだ小さいし、あんたもお嫁入り前で何かとお金がかかると思ったもんだから、つい。いいじゃないの。徳次さんって富江さんのお兄さんでしょ。だからなおひどいと。富江さんとあんたとは同じ女学校の時から。母様、心配しなくたって大丈夫よ。私だって働くようになったんだし、どうにかなるわ。お父様の残してくださったもんなんか当てにしなきゃいいのよ。愚痴言っちゃダメ。愚痴言ってる間に元気を出して働くのよ。私たちが元気でやっていけば、かえってお父様安心なさるわね。お父様、ほら、お父様もんって言ってらっしゃるじゃないの。でも徳次さんもあんまりひどすぎる。まるで半分にもならない値段なんだからね。ちょうだい。あの妹さんが見えてんのよ。富江は？ええ。こんばんは。なんだ、湯の子に行かなかったの？行ったもん。今日帰って。これ兄さんの好きなわさび漬け。おお、これは珍しい。昔から見ると一回り小さくなったな。これお父さんから。親父から？お父さんご機嫌悪かったわよ。お母さんのご法事だったら兄さん帰らなかった。もう随分帰らないでしょ。たまには帰った方が。お父さん会いたがってるわ。何なの手紙。小言だ。じゃ相変わらず堅い言葉から言ってんね。兄さん、お父さん心配してたわ。何よ。兄さんまだうちのブローカーみたいなことやってるんでしょ。先ばかりでうまいこと言って弱ったりするなんて。このご時世に口先だって目先だって商売じゃしょうがないよ。だからその商売に、ね、それどうしたの？坊主の土産だ。ねえ、法事に帰った方がよかったんじゃ。何？そのうち暇ができたら帰ればいいさ。先生ども。また催促かい？そうなんですよ。早速ですが、この間の話、腹決まりやした。いや、まだなんだ。
まだ困っちゃうな、ぐずぐずしちゃう。一日も早くお売りになった方が。この間も言った通り、今は火作なんか持ってる時じゃありませんよ。そうかね。この頃のように空襲があるのないのと騒いでるんじゃ、うちの値段は下がるばかり。先月と今月で、お、これだけ違いますよ、これだけ。そんなに違うんじゃ嫌だね、四つも。これは言うねやがれ、こうでした、こうでした。その一本は大きいよ。しかしまあ、下がる一本なんですからね。手放すのは今ですよ。何しろ空襲空襲って、今日もこの辺で防御演習やってるくらいですからね。うん、こんところは毎日だね。あれは何だろう、米屋の親父が再配を振ってんだろ。好きなんですね、米屋の親父は。井上さんの屋根、焼夷弾どっこ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 。こんばんは。お父さんいる？ええ。お父さん。お父さん。はい。お父さん。はい。誰だ？私ですよ。今頃。何かご用ですか？うん。ちょっと話があってね。ダメ、ダメですよ。うちは常日売りはしませんよ。大事にすれば配給のお米だけで十分間に合うわけなの。ダメ、ダメ。お米をもらいしたんじゃありませんよ。じゃあ何しに来たの？ヨーハから来たのよ。ヨーハ？ヨーハなんてありませんよ。そっちになったってこっちにありますよ。どんな？お父さん、そんな店先でおかしいじゃないの？上がんなさい。上がんなさいよ。なんだよ、話ってのは。
何です、話ってのは。ねえ銃さん、あのアメリカから飛行機が飛んでいくんだってさ。そら来るさ。来るからこうやって防空演習やってんじゃないか。本当に来るんだってさ。またなんだら、あの横丁の占いに見せてもらったんだろう。違いますよ、うちの三田さんの話。とってもいいガソリンをめっけたんだって。三田さんがかい。三田さんならいいけどね、あいにくそれがアメリカの方なんだよ。だからね、今度からずっと遠くの方へ飛べんだってさ。まあ、専門家の言うことだから、三田さんの言うことなら本当だろう。うん、あのだからね、あの航空母艦なんか使わなくてもね、あのなしたけど、あのミド、ほら、あのミド、何ほらさ、あのミッドウェイでしょ。ああそうそう、その上からもね、ダッチからも楽に飛んでこられるんだってさ。ダッチ、うん、ダッチハーバー。あそう、だからね、あの去年のような生やしいもんじゃないらしいよ。何十機何百機、爆弾もとっても機能持ってこられるんだってさ。うん、陸上の基地ならそうだろうな。それにあの市内もだいぶ送ってるそうだから、あら用心しなきゃいけないよ。そうだね、うっかりしちゃいらないね。今度来やがったって子供一人だって殺させやしないから。あんなことは俺一人でたくさんだ。坊主惜しいことしちゃったね、一粒だねたのにさ。しょうがねえ、ああ運が悪かったんだ。終わったの。ええ、あのお風呂行ってきなさいよ、とってもいいわよ、今空いてるよ。そう、行っといで行っといで。じゃあ。じゃあおばさんごゆっくり。あ、行ってらっしゃい。ねえ、十三、お嫁の話があるんだけどね。お嫁さん。ああ、それはエリマメに花だな。いいとこがあったら遠慮なく。だけどね、あれだぜ、兵隊に行ってる息子さんによく相談しなくちゃいけないよ。こういうことは一生の問題なんだから。いやだよ、慌てちゃ。私じゃありませんよ、キヨちゃん。キヨ。ああ、うんで、俺はまたお前さんがあんまり乗り出すからさ、あんたのことだと思ったんだよ。これなんだけどね。ああ、どう、これがキヨの婿さんかい。気に入らないかい。お父さん、親切はありがたいけどもね、どうせ持ってくるんだったらもっと気の利いたの頼むよ。物には釣り合いってものがあらな。へえ、釣り合わないかね。合わないかねって鹿目のキュウリみたいだよ。これじゃあキヨがかわいそうだよ。今日は町内だね、小町とかなんとかって。え、そう言ってるだろ。いいえ、聞きませんね。ホテルとにかく契約だよ、これ。頭、テカテカ叱らせやがってな。日陰のキュウリかね。もっと男らしいの頼むよ、男らしいの。例えばさ、例えばその、俺みたいな。あ、頑固で鼻パシが強くて。え、頭の良くない。嫌なこと言いなんだよ。ねえ、あんたも息子を亡くしたんだし、早く嫁にやって孫のカードを見たらどう。そりゃまあそうだよ。ママ、いっぺん、あの、キヨちゃんに話してごらんよ。物には好き好きってこともあるんだからさ。あ、雨だよ。あら、雨？キヨ、傘持ってったから。どうもありがとうございました。こうか。三田さん、こんばんは。こんばんは。
ずいぶん吸ってきましたね。そうね、三田さん遅いんですのね。はい、工場の方が忙しいんでね。そう、大変ですわね。まあね。おばさん、うち来てますわよ。ああ、さっき行くって言ってました。どうです、気に入りましたか。何がですの。縁談。縁談。おばさん、あなたの縁談のことで言ったんでしょ。まあ、そうでしたの。知らないんですか。知っとんの。保険会社か何かに勤めてる人とか。いい奥さんになるだろうな。綺麗だし、働き者だし。ああ、なかなか辞めそうもないな。お持ちになりますね。一歩しかありませんけど。そうですか。会社来てみましょうか。どうも、すいません。どうも。お送りしましょう。はい、どうも。おい、濡れたろ。大丈夫。角のテンプレ屋で傘借りたわ。キヨ、ちょっと見てごらん。ねえお父さん、私まだお父さんと一緒にいたいのよ。お父さんだって私がいないと不自由でしょ。ねえ、ばあさんに会ったのか。お前23だろ。お前のお母さんがうち嫁に来た時は20歳の時だって。お前はそろそろお嫁に行くことを考えなきゃダメだよ。でもあのばあさんの言うことを1から10まで信用すんなよ。どうもピントの外れてるとこがあんだ。見るだけ見てごらんよ。好き好きってこともあんだ。どうだい、遠慮なく言ってみなさいよ。誰も聞いてるわけじゃないんだから。なあ、なあ、なあ、見てみなさいよ。好きかい。嫌いかい。笑ってないでさ。嫌いだろ。おい、キヨ。これ写し取ってください。はい。急ぐんだ。なるべく早く頼みます。承知しました。なんだったらここだけでも先に早くね。頼みます。はい。いや、どう、いくらか慣れた。だんだん面白くなってきました。ああ、それは結構。仕事は面白くなら一人前ですよ。兄さんが来てますのよ。お、佐田君が。いつ。ゆうべ。明日帰るんですって。お、もしよろしかったら今夜うちへいらっしゃいませ。ああ、今夜はまずいな。少し調べ物があるんですよ。そう、ダメ。早く片付いたら佐田君にも会いたいし。遅くなっても結構ですわ。お待ちしてます。
ただいま。兄さん二階。そう。宇和田さんが来てるんだよ。富江さんうん。まあ珍しいのね。遊びに来たんだって。そう。お帰りになってと思いませんでした？突然2日ばかり休暇が出たもんですから。毎日お船に乗って？そうです。民防空指導船っていうんです。やっぱり無電の方。親父の船に乗ろうと思って勉強したんですけど、まあ陸の干渉といったようなもんですね。明けても暮れても空とにらめっこです。じゃあお父さん押し込みのオーターの方は？いや、よく節子と2人に聞かせましたね。え、花坂場津玄といいし山田と忘れられませんわ。そんなにひどかったですか？相当。そうですか。それはどう。いや、戦争に勝ったらまた聞かせます。どうぞ。覚悟してますわ。いらっしゃいまし。ご無沙汰しました。いえ、もう私こそ大変ご無沙汰を。その節は徳次さんにもいろいろお世話になりまして。兄は何か？家のことにつきまして大変お骨折りを。そうですか。おや、ご存じなかったんで。はあ、ちっとも。あなたの兄さん、なかなか商売上手らしいですね。貞夫さん、兄は何かご迷惑でも？いえ、そんなことは。ただいま。あ、節子が戻ってまいったようでございます。では、ごゆっくりと。兄は何かしたんでしょうか？いや、大したことじゃないんですよ。でも、うちを売ってもらったんですよね。少し高専取られたって、おふくろこぼしてるんですよ。そうですか。私ちっとも。気にしなくてもいいんですよ。だいたい年寄りなんて口っぽいですからね。いらっしゃい。こんにちは。よくいらしてくださったわね。すぐ分かって。ええ。狭いとこでしょ。そんなこと。おい、三田君は？今夜は都合が悪いんですって。来られるかどうかわからないわ。なんだ、せっかく飲もうと思ってたのに、うん、お前はがっかりしたろ。あ、私は別に。隠すなよ。寒いわね。寒いね。まあお当たりよ。ええ。あ、上階もみんな集まってるわよ。あ、そう。困ったね。あの、三田さんの帰りが遅かったもんだからね。そう。ご勉強？あ、これもまだとっても大変。偉いわね。ああ。あの日陰のキュウリ気に入らなかったんだってね。うん？ああ、あれ。まあまあいいや、またいいの探してあげるからね。待っといてよ。お願いします。じゃあ行ってきますからね。どうぞ。あの音に頼みますよ。もうじきに立ってくるから。あ、そうそう、行ってらっしゃい。三田さん。あ？ご飯よ。降りてらっしゃい。おばさん、上官なんでしょ。早く行かないと米屋の親父に脅かされるよ。あの親父頑固なんだろ。あ、またきんぴらごぼうか。す
きだな。あ。あなたでしたか。これはどう。おばさんは。了解。もう行ったの。きんぴらごぼうお嫌い。いや、そういうわけじゃ。よく食わせるんだね。そう。ねえ三田さん、私この間の話断りましたのよ。おお、どうして。どうしてって。いやどうも気に入らなかったんですか何か。何ですか、父もあんまり。ああそうですか、お父さんが気に入らないんじゃね。父は頑固ですから。いやいや、そんなことは。 いいお父さんですよ、立派なお父さんですよ。何かご用？あの三田さんお仕事まだ。ご飯上がってるんですけど。なんですからとてもお忙しいらしいんですのよ。そう。お入りになったら。いいえよろしいんですの。あのお誘いに来たっておっしゃってくださいませ。お誘いに？ええ。あなたは？じゃあ。誰？空襲があればです。相当ものすごいもんだっていうことを覚悟しなきゃならないと思う。去年のような生優しいもんだと思ったら大間違いですよ。しかしこっちの腹さえできていればです。恐れることもない。何百匹たってびくともすることじゃない。備えあれば憂いなしってわけですね。そう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 、その通り。まあ、どうも遅くなりまして。あ、ご苦労さん。皆さんどうも。じゃあどうぞ。そこで防空演習をみっちりやることと、だから防空の道具を忘れずに揃えること、これは当たり前の話ですけども、年寄りや子供に怪我をさせないように対処場を作ることもぜひ必要だと思うんです。子供を捕らえることは辛いですから。どうでしょうな、皆さんのご意見は。僭越ながらちょっと一問。どうぞご遠慮なく。手前は占いを始めて30年になります。そもそもこの占いというものは、その昔安倍の声明が諸星から。先生先生、商売の話は後にしてくださいよ。いや、まあ聞いてください。
当たるも八卦、当たらぬも八卦と申しますが、手前の占いによりますと、空襲は十中の八卦ありますな。いやだ、それは分かってるんですよ。ですからね、太子城はどうするんだって言ってる。私も入るんだ。よーと入らなくたっていいでしょう。それなら大賛成です。私は当年59歳ですけど、いざという時にはまだまだ活躍させてもらわなきゃ。その元気でお願いします。どうでしょうな、皆さん。結構ですね。いいことですね。山崎さんは？私にはよく。あなたのところは旦那も奥さんもいないんですか？いいえ。じゃあどうして出てきてくんないのかな。女中さんじゃ話は分からないじゃありませんか。山崎さんあたりはこの辺の笠久持ちなんだから、自分から進んでやってもらわなきゃ。帰ったらご主人に悪そう言ってください。ブローカーも来てないね。山崎さんとブローカーには困っちまうんだな。足並みは揃わなくて。本当ですね。まあ熱のないやつは打っちゃってくれ、しょうがないよ。口を聞いてあげたんだから少しぐらいいただくのはいいけど、半分以上も取っちゃうなんて。ねえ、返してあげてよ。せっちゃんとお父さんも亡くなったんだし、大切なお金なのよ。あんないいお母さんを騙すなんてよくないわ。お父ちゃん、ネジ回んなくなっちゃった。どれどれ。乱暴にやるからダメなんだよ。静かに回さなきゃダメだよ。ねえ、兄さん、お願いだから返してあげてよ。返すって金のところにあるんだ。兄さん持ってるんでしょ。あれは三月の前の話だよ。それに本当言うとね、小婿の家な、あれある人に世話してひびり損しちゃったんだ。じゃあ、どうしても。あ、母ちゃん、母ちゃん、何か煮詰まっているようだよ。じゃあ、どうしても返してくれないの。内緒で触れたって、それは無理だよ。ねえ、兄さん、どうして地道なお仕事できないの。田舎にいた頃は真面目な人だったのに。吹雪の時なんかよく私おんぶして学校に連れてってくれたわね。あの時の兄さんは優しかった。お父さんよく褒めていたわ。きっと偉くなるって。ねえ兄さん、もう一度昔の兄さんに帰ってよ。もうお前帰ったらどうだい。朝早いんだろ。帰れ、もう少し。もうないわよ。今朝確か廃棄日だろ。心配するな、大丈夫大丈夫。父ちゃん、行ったよ行ったよ。お、来た来た。今度どこでも登れんだよ。そうかい。じゃあ父ちゃんの背中登らせてみな。さあ、いいかい。登ったかい。あ、お、来た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 。
やりましょう。まだ疲れる年じゃないよ。三田さんまだ資金前なんだよ。頑張って頑張って。あ、今日は給電日じゃなかったんですか。いえ、でもまだ30分ありますから。そうですか。すいませんすいません。どうも。頑張ってますよ。そうしますとね、旦那、三丁目の家作の方が大体一軒あたりこんなところでどんなもんでしょう。少し安すぎるよ。そりゃかわいそうですよ。この一桁だけはこう下げていただかないと。仲良くしましょうよね、旦那。いやな、あの、手が空いてたら堆肥料作るの手伝ってくれって。誰が。お米屋さん。しょうがないね、あの親父。僕もあれはそれでいいんじゃないのか。それがね、共同じゃいざっていう時に怪我人ができたりするからいけないんだって。そういうの慌てなきゃいいんだよ、慌てなきゃなあ君。そうそう。しかし一体敵の飛行機来るのかね。まあすいませんね、航空部が全滅でしょ確か。ねえ旦那、やっぱりこのぐらいのところで任せてくださいよ。奥様、警戒警報でございます。警戒警報、すぐ調べて。水、砂、滴り。奥さん、奥さん、訓練警戒警報の聞き合いでしょ。そうですよ、きっと。あれ、うっかりするとよく間違えるんですよ。ねえ、ほうほう。ねえ旦那、とにかくこうしておきましょう。ねえ、じゃあ、さよなら。ああ、きれい。
箱。生成発見。方向来た。方向来た。敵4発。敵4発。もしもし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 。どうか。先の流れだ。よし、下ろ。Thank you.
フラッシュ、フラッシュ。当たりましたね。そりゃもう私も占いを始めて3時やね。大腸土が外れても大げさなこと言ってしかしまあ警報だけで済んでよかったよ。そうだな本当ですね。どうしたい？あのお連れしたよ。そうかい。それはご苦労様。どうぞこちらへ。こんばんは。どうもお呼び立てして。さあどうぞどうぞ。どうも何かご用でしょうか。さあさあずっとこちらへ。どうぞ。早速ですがね、例の太子城のことなんですけども、これまたそのいつ空襲があるか分かりませんし、早速その作り上げたいと思うんですが、一つあなたにも協力していただいてですね、まあこういうことはその隣組全部でやった方がいいんじゃないかと思うんですがね、皆さん今までは少しそのズボラでしたからな、この際その隣組精神を大いに発揮しようと思う。それはもう、しかし困ったな。私ここのとこ仕事が忙しくて、僭越ながらちょっと一問、忙しいのはお互い様ですよ。そこを何とかやりくりをしてね、ご主人。そうです。みんな無理をしてるんですから。そんな必要があるんですかね。ないというんですかと思うけど、今日だってとうとう来なかったじゃん。日本にも飛行機もあるし、降車もある。そんなに慌てることはないと思いますよ。おお、あなた毎日新聞読んでおります？新聞ぐらいあんたそれなら分かってるじゃないか。それは世界一強い飛行機もあります、高射砲もあります。しかし来たやつをですね、全部叩き落とすってわけにはいかないだろうと思う。その何割かはきっと来る。アメリカも東京空襲に麦になってるんですから、その何割かを引き受けるのが私たちの役目なんだ。それは来なければこんな結構なことはありません。来なくてもですね、無駄にはならないと思う。備えさえあれば来ないとも言えるだろうと思う。それはそういうことも。しかし何しろ忙しいんで。あなたも子供があるんだから、少し考えてくださいよ。あ、どうした山崎さん。ただいま。風邪ひいて来られないって。え？これを。なんだこの。皆さんにって。なぜこんなものもらってくるの。返して。うん。我々はその銭金でやってるんじゃないんだから、すぐ返して。せっかく出したんだから取っておいたら。私行ってくる。
んばんは。こんばんは。こんばんは。私たち日曜も祭日もないのよ。大変な話です。さあどうぞ。何かご用？ええ、これ黙って受け取ってちょうだい。何？兄がご迷惑かけたと。いいのよこんなこと。でも私の気が済まないの。この間お兄さんに伺って。でも困るわ。田舎の父が送ってくれたの。お願いだから受け取ってちょうだい。せっちゃん、その代わり兄のこと悪く思わないと。うん、そんなこと。あ、上野さんお電話よ。あ、そう、どうも。ちょっと忙しいのね。ええ上野さん。すみません。あ、いいのよ。私がやっときます。どう。どうなさったの？あの、兄が。え？兄さんが。この間会っときゃよかった。そうですよね。三田さんにお会いしたがってたでしょ。天気は仲が良かったから、せっちゃんがっかりしたりして。もうお得意の二人も聞けなくなっちゃったね。ありませんか。兄さんだって初めから覚悟していたんだし。僕
国のためにお役に立って死んだんだから。ごめんなさい。お母様のために私がないとに本当に犯人。すぐ壊れるんだよ。お手でやめて。そう。もうこうしておけばいつ苦しがっても大丈夫です。ありがとうございます。どうもご苦労様でございました。お疲れ様でした。そうですね。ブローカーとうとう来ませんでしたな。あんなのなんだよ。一回ぐらい配給止めて凝らしちゃった方がいいんだよ。そうも行く前やね。ああ、困ったもんだ。お疲れ様。あ、お父さん、先生がおいでになって。先生？先生、ここにいるよ。何かご用で。一郎の。この、一郎の命日でまたお線香あげに来てたんだろ。何か他にお父さんにお話があるって。ああ、そうか。じゃあ皆さんお先。ごめんなさい。あ、キヨちゃん、ちょっとね。今度はきっと気に入るよ。何？お婿さん、あのうちに写真が来てんだけどね、見に来ない？お父さんに先見せてよ。うん、キヨちゃん先見た方がいいよ。じゅうさん、ちょっとこうピントの外れてるとこがあったらね。だっていいからおいでや。じゃあ何ですか？そのお嬢さんと三田さんと一緒にしようというんだ。お父様はいらっしゃらないし、弟さんも小さいし、それがお友達のために一番いいと思いまして。なるほど。三田さんと親しくしてらっしゃるそうですから、口を聞いていただければと思いました。そうですか。それと何ですか？この間の空襲で兄さんをね。もうお嬢さんもお気の毒ですな。よろしくございます。早速三田さんに話してみましょう。お願いいたします。こういう話はやっぱりお年寄りでないと。それはまあ、確かにお仕受けしました。先生がおっしゃるんですから、きっと良縁だと思います。よろしくお願いいたします。いずれまた。では学校の皆様によろしくどうぞ。お邪魔いたしました。失礼しました。お父さん。はい。先生、何の話？三田さんのことだがね。三田さんの？うん。お嫁さんもらうんだっさ。三田さんの？うん。ねえ、どこの人？うん、先生のお友達だそうだ。節子さんって方じゃない？え？知ってんのかお前。うん。おうかい。どんな人？どうで、三田さんに釣り合うかな。どうなんだよ。先生なんとおっしゃって。無論いいと思うからだろ。いい方よ。三田さんにお似合いだと思うわ。ばあさんどうしたの？うち帰ったわよ。すまないが、すぐ呼んでてくれよ。いい話は早い方がいいから。ええ。どうしたんだよ。早く行ってこないかい。聞きました。ごめんなさい、変なお話して。
頼んだわけじゃないんだけど、富江さんが。どっちでもいいじゃありませんか。前から佐田君に言われてたんですよ。もう兄さんに。あなたさえよかったら、うん、よかったらだなんて。そんな暇人じゃありませんよ。大変なことになっちまったよ。どうしたんです？私たち野宿しなくちゃ。野宿？どうして？この家を立ち退けって言うんだよ。誰が？ブローカーのやつ。この辺の家を他へ売っちまったらしいんだよ。それで二三日うちにみんな立ち退けって。そんなバカなこと、おばさん黙ってたんですか？黙ってるもんですか。怒鳴りつけてやりましたよ。そしたら？ぬかに国点で受け付けないの。ともかく立ちのけって。そんなバカなことねえ、三田さん。ねえ、どうする？大家どうしたんです？無論ぐるですよ。ちゃ、ひてえやつだな。じゃあ来よう。あ、だいぶポッポへしたんだろう。とんでもない。ほんの午前だけちょっぴり。さあ、お客様です。お客？お、三田さんか。お呼び立てしてどうも。君ん家へ行ったんだけど。お、何か用かね。ねえ君、少しやり方がひどくないかな。何？急に立ち退けって言われたんで、みんな困ってるんだよ。それは私の知ったこっちゃ。新しい持ち主が立ち退けって言うんだから、しょうがないじゃない。でも君は中入って売ったんだろ。それは商売だからね。じゃあ町内の人たちがみんな迷惑しても構わないっていうかい？それは商売だから。そんなにまでして儲けたいのかい？うん、まあ帰ってみんなに立ち退けの支度でもするように言ってもらうかね。じゃあどうしても立ち退かせるつもりかい？おい、
何？敵機の約半数は撃墜してるもん。もしもし、もしもし、残余の敵機編隊は、残余の敵機編隊は、地底と上空に潜入せるものです。
たいもんですな。おかみでちゃんと用意してくれるんだから。そうですね。どう？痛む？ああ、大したことないよ。ブローカーを連れてきたよ。え？帰ってきたの？表で待たせて。どうしたもんだろう。連れといでよ。お前さん行ってきたよ。だ、ええ、お前さん連れといでよ。行ってきたねえよ。あんたも怪我はなかったんですね。ゆうべはどこ行ってたんです？おかみさんも子供もいらないんですか？どこに、どこにいるでしょう。いろいろとどうもお手数をおかけして愛すみませんでした。ありがとう存じました。尾形さん、かわいいもんですね、子供は。は、私んとこのせがれのようになってごらんさい。泣いたって騒いだって取り返しがつかないんですから。私はもう何にも言いませんけども、今あなたがあの子供をじっと抱きしめた時の嬉しさをです、忘れなかったら少し考え直してくださいよ。は、今戦争をしてるんだ。いつどんなことが起こるかわからないんだ。いつどんなことが起きても驚かないだけの準備をしておいてくれなきゃ。分かってくれますね。はっ。先生、町の様子はどんなでしょう。ええ、壊れたとこはどんどん直し、みんな元気でいつもと変わりありませんよ。そうでしょうな、そうでしょうな。一階や二階の空襲なんとクソぐらいです。ああ、いた。田舎へ帰るんですって。うん、田舎へ帰って久しぶりでおやじさんに会ってくると思うんだ。そう、初めから出直したいと思うんだよ。お前にもいろいろ心配をかけたけど。そんなことなら、私兄さんさえその気持ちになってくだされば、お父さんもきっと喜ぶわ。お前、米屋のおやじさん知ってんだろ。今度会ったらこれからは真剣に人一倍働くと言ってみよう。じゃあもう行かなきゃ。ごめんなさいね、いろいろ生意気なこと言って。いや、これからも悪いことがあったら遠慮なく言ってくれ。私にもね。お父さんによろしく。うん。
ただいま。おかえりなさい。こんにちは。お菓子取ってきたわ。ありがとう。おきよ、お前どう思うんだよ。見たんだろ。これ。お父さんに任せるわ。任せるって、お前どんな人が好きなの。三田さんのような人。え？十三。え？あんたうっかりしてたんじゃないの。うん、いやそうか。お前さんだって女のくせにさ、うっかりしてたんじゃないのかい。うん、じゃちょっと聞いてみよう。ひよちゃん、ひよちゃん、ひよちゃんどっか行った？え？あ、ひよちゃん。え？どうしたの？いいのよ。お父さんと相談していい人見つけて。お父さんお風呂行ってくるわ。おきよ、おきよ。あら、いつでもようござんしたのに。どうも長い間お借りいたしまして。いいね。